アックスはシトロエンが製造を販売していた自動車である。基本コンポーネントは、プジョー205やプジョー106等と共通の設計である。8バルブ再一 C エンジン 1000cc、1100cc、1400cc ガソリンエンジンと、プジョーが得意とするディーゼルがあった。前期型はアルミブロックであったが、後期型になるとスチールブロックに変更された。 また44モデルも製造された。ボディタイプは3ドアと5ドアのハッチバックであった。CD10.34 と、空力特性に優れ、プラスチック部品を多用したため欧州使用ベースモデル6 4 0ラムと、軽量で燃料効率に優れていた。1400cc ツインキャブ85馬力の GT などのスポーティモデルも登場し、軽量なボディと、 十分なストロークを持つサスペンションで活発な動力性能、操縦性を示した。1991年にはマイナーチェンジが行われ、前後バンパーダブルシェブロンマークの位置変更、ダッシュボードのデザイン変更が行われた。翌1992年にはシリンダーブロックがスチールに変更され、GT は マルチポイントインジェクションで100馬力に強化された、時手に発展した。足回りに関しても、プジョー106同様、ホイールの締結ボルトの本数が、従来の3本から4本へと変更された。サクソが主力となった1996年以降は、廉価モデルのみが、継続生産された。日本には1989年から導入が、 開始され、最上級の 1400cc モデルが3ドア、5ドアとも輸入された。導入前にサンプルを輸入してテストしたところ、チルトアップガラスルーフ車両に雨漏りが確認されたため、前期型正規輸入車両は、全車ノーマルルーフとなった。輸入元は当初は、西部自動車販売、後に、ユーノス系列でも併売された。当初西部自販は、 全国の自動車整備工場をサブディーラー、アックスショップとして組織化して拡販しようと試みたが、左ハンドルのマニュアルトランスミッションのみ、エアコンではなく別体式のライン装着のクーラー、もちろんパワーステアリングなし、という仕様では、販路拡張は期待すべくもなかった。アックスは、モデル末期の1996年になって、マレーシアの自動車メーカープロトンで、 プロトンティアラとして、ライセンス生産が開始された。エンジンは 1100cc のみ、車体も5度は1種類であった。安価で仕上げが良く、信頼性の高い日本車が市場を席巻する。マレーシアにおいてティアラは成功せず、4年後の2000年には、早くも生産中止となった。ありがとうございます。